今回はタンタカタンタンインフォーメーションでおなじみの小坂隊員の活動に迫ってみました。11月3日文化の日、この日は北播磨ファンファンライド2021にて特産品販売。北播磨ファンファンライドとは、北播磨エリアの魅力を自転車で回って感じていただくことを目的としたイベントです。初開催となる今年は加東市、西脇市、高町を回るコースとなっております。そうですね、食べ物とかに関わりたいっていうのがあったので、で、まあ、特産品の販売とかそういう業務だったら特別なスキルって必要じゃないし、まあ、自分でもこう、まあ、できないことは多いですけど取り組みやすい課題なんかなって思って選びましたね。地方創生とか地域の活性化っていうところに大学の時から興味があって、でそういう仕事をしたいってなった中で地域おこし協力隊っていうのを見つけて、でそのサイトがあるんですけど、いろんな自治体さんがこう募集かけられてて、で関西っていうところで見てたので、そこでこう私が探してた、こういうことがしたいっていうのがざっくりあったっていうのと、まあ、リンクしたじゃないですけど、高町が求められてることっていうのがあったんじゃないかなっていうところで高町を選びましたそうですね、まあ、大学出たばっかりっていうのがあって、まあ、社会人経験もないですし何のスキルもない状態で自分にできることがあるのかなっていう不安はすごく大きかったです。最初はもうとりあえずそのいろいろ商品とかを仕入れるとか、そういうなんていうんですかね、物の流れとか経済の仕組みみたいなところから分からなかったので、まあ、寺川さんに教えてもらいながら、そうですね、最初一番って自分の中で思った仕事はトヨタの、ノベルティキャンペーンをしてるノベルティで何十個何百個っていう数でオーダーが入って、でそれをこう梱包して出すっていうことを5月頃にしたんですけど、それは結構体力的にしんどいところもありましたけど、でもまあ、いろんな特産品を知るきっかけにもなったし、まあ、そこからこういろんな何ですかね、景品組とかそういうのもやりやすくはなりましたね。そうですね、大学の時にバイトをしてる時にエアレジっていうのを iPad でやってて使ってて、でこう売り上げとかも商品別とかに見れたりとか、いろいろ細かい分析もしてくれるんで便利だなっていうので、まあ、無料でそのシステム自体は使えるんで、それで導入しようと思って、こう手集計でしてるとどうしても間違いが出たりとかっていうのがあって、まあ、時間もかかってしまうんで計算してたら、なんでまあレジ入れた方がスムーズにこういっぱい買ってもらった時とかも会計できるんで、っていうのがいいかなと思っていりました。そうですね、なんか手書きの方がこう親しみ持ってもらいやすいんじゃないかなっていうのを他のこういろんなマルシェとかを見てきた中で思ったっていうのと、あとそうですね、まあ、ちょっとこう一言商品のことを書くだけでこうどういうものなのかっていうのがお客さんが分かりやすいし、こう手に取ってもらいやすくなるんじゃないかなと思って、ちょっと工夫したりはしてます。11月半ば、この日は神戸トヨペット新三田店にて特産品販売。店長の坂口さんにお話を聞いてみました。もう何回もさせていただいておりますので、非常にお客さんに浸透しておりますので、大変好評で、これを楽しみに来られる方が今たくさん増えておりますね、はい、
基本的に、まあ、トヨタのディーラーっていうと車を販売してるイメージしかないんですけど、やはりお客様のアンケートの中でこういう地域の特産品を販売していただいていることに対して非常に嬉しく思うとか、店舗に行きやすいとか、そういう大変好評な意見をいただいておりますね。今回立地3回目になりまして、はい、一番最初にもこの新サンダ店さんで行かせていただいて、何度もこうリピートで高町でマルシェさせていただいているのがすごいありがたいです。継続的にできたらね、やって、まあ、市は違いますけども、やはり地域の特産品をどんどんこちらの店からもアピールできたらと思っております。ありがとうございます。ドライバーさんの健康を考えて、まあ、安心安全っていうところで、まあ、できるだけ有機野菜を販売っていう風に心がけてやってますね。で、まあ、これからこういろんな農家さんとか声かけさせてもらって、で、まあ、こう多可町としてこう個人個人の農家さんでいっぱい出してもらうのは多分難しいと思うから、こうチームみたいな形でやっていけたらいいなっていうのはこの前農家さんとお話しさせてもらう中で話してましたね。やっぱり北播磨ファンファンライドの時に思ったのは、普段トヨタさんとかの販売店さんでマルシェさせてもらってる時とそのお客さんが全然違ってて、で、まあ、自転車で来られてるっていうところもありましたし、まあ、求められてるものが結構健康より健康志向な商品とかが多かったっていうのがあって、で、まあ、そこが結構面白いなと思って、まあ、今はトヨタさんの販売店さんでマルシェさせてもらってることが多いですけど、まあ、今後いろんなとこでこうできるようになった時にそういう何ですかね、お客さんの思考だったりとかそういうことも加味してこう商品構成とかを考えていけたらいいのかなっていうふうには思います。兵庫県内でどこ行っても多可町を知ってるって言ってもらえるようになりたいです。小迫隊員、その笑顔で多可町の認知度を向上させていってくれています。皆さんはふるさと納税をご存知ですか？自分自身が応援したい自治体に寄付することができ、所得税・住民税の控除が受けられる制度です。多可町では今年度ふるさと納税の受け入れ寄付額が11月の時点で前年比の約3倍となっています。昨年度の春からふるさと納税の管理業務を地域商社楽に委託し、どういった取り組みを行われているか聞いてみました。切り替わった経緯は、まあ、もともとその特産品の販路拡大とか、まあ、そういう地域商社のビジョン自体が地域のいいもの自体を外に出していくっていうのがあったので、その概念にのっとっていけばふるさと納税ってその事業でいいんじゃないっていう話で、商工観光課含めこう相談させてもらいながら徐々に移していただいたという経緯になります。前はこのページのここのだけの写真だったんですけど、この毛布は広げたらこんなに大きくなりますよとか、 A4 サイズだから引き出しの中に入りますとか、ふわふわっていうのを伝えたかったから業者さんから写真をいただいて貼りました。あとこういう、これはどんな商品でグッドデザイン賞に選ばれたとか、いざという時のためにという言葉も加えて貼ってもらう工夫をしたり、多可町の他の製品もあるのを知ってもらいたかったので、多可町からのおすすめの品ということでお米とかお肉とかお酒っていうのをこの一覧に並べました。多可町から何か一つでも興味を持ってもらうものがあるようにいろいろここに入れました。今まで特集記事というものが一つもなかったので、
足立醸造さんのお酒お醤油特集とか、カンビオさんのドッグフードの特集など、そのいろいろな商品があるよっていうのを一つのページで見てもらえるようにしました。で、あとはその配送のところで、配送もこう今まではこうファックスを出して事業主さんがもう自己責任でこう出してもらう、ものを出してもらうっていう形だったんですけど、そうではなくてこちらである程度こうシステム内で管理できるように、まあ、配送システムを構築したりとか、まあ、そういうところを取り組みました、まあ、ふるさと納税は方法だと思うんですけど、そのやっぱり地場産業が活性化するのが一番だと思ってまして、じゃあ物を売る方法としてふるさと納税ってすごく有効な手段だと思うんで、まあ、事業者さん物売れないよとかいう話があれば、ちょっと地域商社に相談しに来てもらったりとか、まあ、そこで一緒に考えながら一緒に売れる構造を作っていって、でそこでこう、まあ、雇用が生まれたりとかして高町がより活性化したらいいかなっていうのは思ってますので、ぜひ協力お願いします。教えて高岡地帯。3ヶ月目です。道の駅杉原神の里で駅長候補として働いております、友人と暮らしているので卓球台を買って、大会に向けて猛特訓しています。得意なボールは、バックに入ってきたボールに対して思い切りバックドライブを打ち放つことです。同じく準優勝吉岡潤以下同おめでとうございます。青玉神社です、まあ、仕事で、リフレッシュしたい時とかに、まあ、向かいにあるので青玉神社に行って森林浴をしてます。12月は、気温もマイナスに入るって言われてるので、ちょっと初めての高千穂の冬、非常に緊張しております。10月に来ましたので2ヶ月でございます。はい、ラベンダーパークタカで運営支援をしています。はい、休みの日は散歩に出ております。そうですね、だいたい高町の図書館ぐらいに目標にうろうろと横村公園の方まで行ったりというような感じですね。高町で好きなスポットはやはりラベンダーパークタカです。そうですね、やっぱり今はラベンダーは咲いてないんですけれども、山の中のこう風が通り抜けるところだと思いますので、非常に心地よく雄大なこう山々がこう見えて、で蝶々がこう飛んでたり虫がいっぱいいたりして、とても心が洗われます。はい、今年はカメムシを大変たくさん見まして、でカメムシがたくさんいる年は雪がたくさん降りますよという話を皆さんから聞きます。なので、寒くなるんじゃないかなと思って非常にドキドキしておりまして、暖房器具をどの暖房器具を買おうか今悩んでおります。ちょうど1年経ちました。高町のイベントや活動されている方々、そういった方たちの取材をさせていただいたり、紙物、SNS、ホームページで情報発信担当しています。丸一日家にいるってことがほとんどないので、休みっていう休みはあんまりないんですけど、まあ、月に1回は
何にもしない日っていうのをあえて作ろうと思っていて、その日は口に入れるものを作る時以外はほぼ布団の中から出ません。八千代区のせせらぎの小道、去年の4月にマイシーウォーキングさんの取材で僕も一緒に歩かせてもらった時に、桜がめちゃめちゃ綺麗だったんで、それがよく記憶に残ってます。今年はぜひ満開の時に撮影しに行きたいと思ってます。12月はラベンダーパークタカさんで高町の森の人という写真展を開催させていただきます。1ヶ月、12月4日から26日まで展示しているので、週末はほとんどそちらで受付とご案内させていただく予定なので、まあ、写真展尽くしの1ヶ月になるかなと思ってます。1年半になります。高町地域商社楽で引き屋バンクの運営と移住定住の支援を担当させてもらってます。休みの日は結構高町から外に出てることが多くて、こう海がすごい好きなんで、海というか自然がすごい好きで、森は身近にいっぱいあるんで海を見に行ったり、そうですね、カフェでぼーっと過ごしたりしてることが結構多いかなと思います。横村公園の滑り台を滑るの手前の頂上のとこからの景色です。夕方に行くとすごい夕焼けが綺麗に見えるんで、登るのは大変なんですけど、よかったらぜひ行ってみてほしいです。この緊急事態宣言っていうのが明けまして、の対面での空き家の所有者さん向けの相談会イベントですとか、と移住相談会、大阪とか神戸で開催される相談会がこう対面でこう開催されるようになってきまして、12月だけでも3件のイベントがありますので、そこに向けての準備と、実際にこう高町をこうよく、なんていうんですかね、高町に移住してもらえるように PR していきたいなと思っています。1年目です。高町の特産品の販路拡大とか PR をしてます。テレビを見たり、ハンドラを見たり、一人でカラオケに行ったりします。結構幅広く歌います親世代ぐらいからやったら全然歌います。家の近くの、ウォーキングコースなんですけど、杉原川沿いの夕日がすごい綺麗で好きです。12月は、イベントとかが結構増えてきてて、大きいところでちょっとさせてもらったりする機会があるので、新しいことをできたらなと考えてます。はい、もう一枚いきますか。はい、もう一枚いきますか。